どうもこんばんは、ごはんです。モンハンクロス実況その18、村クエソロプレイ、一人で狩れるかな。今日も始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ本日のクエストはこちら、炭鉱の宝庫がたゆたうか。こちらも新モンスター玉みつねですね。メインターゲットが玉みつね1頭の狩猟、サブターゲットが頭部破壊となります。それでは出発。お、なんかぬめっとしてる。ん？魚か。かわいい。あらあら。ああ。これはえらいこっちゃ。え？もしかして捕食するのこれ？嘘でしょ？かわいいんやけど。逃げろー。ミツネ印の飲み取りシャンプー、環境にもお肌にも優しいんです。お宅の猫ちゃんにもいかがですか？さあ始まりました。いよいよタマミツネの討伐ですね。今回タマミツネは、雷属性が弱点ということで、ライゼクスのですねハンマーを担いできています。それでは直行します。宝庫流玉みつね。あれあれ、あ、いた。そんな物陰から。さあ一体この玉みつねどんな動きをするのか。なんかね、泡を飛ばしてくるのね。とりあえず乗って、おお、スタンを取りたいね。一応サブターゲットが頭部の破壊なので、それを狙っていきたいと思います。おお、暴れよる暴れよる。けー、泣くぞ。よし、オッケー。おー、どうしよう、どっちから行く。あ、外してるし。どうしよう、どっちだろう。あ、こっちか。こっち側から撃つのもいいんだ。さあちょっとスタンを逃してしまいましたけど、どうしようね。結構でも、飛び跳ねたりウニョ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 動くから、ピンポイントで頭狙うのは難しそうだな。お、色変わった。あ、怒ったね。おお、これはなかなか戦いづらいモンスターだね。おお、何これ、これ取ったら回復するとか。緑色。あ、何、何それ、何、ちょっとガノトトスみたいなんだけど。ガノトトスだっけ、名前合ってる。あのビタンビタンビタンってするやつ。ちょっと日本語は自由だけど、あの、いるじゃん、ビタンってする魚のモンスター。怒ってるね、これ。ちょっとノリでチャンスを作っていきたい。おお、押し出し。これあの、このなんていうの、和風の BGM がいいよね。玉みつね、なんかこう、お稲荷さんっていうか、和風っぽいなって。
まあ、装備がね、体験版で玉三つ目の装備、確か弓が玉三つ目の装備、太刀もか、そうだけど、すごくね、和風チックで好きだな。よいしょ、チャンス、えいえい、一段破壊かな、これは。ターン取りたい。あ、転んでる。うっしょ、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 遅いわ。よいしょ。お、オッケー、入った。ちょっと頭壊していきたいな。よいしょ。いいね、いいね。よいしょ。ザザザが溜まったぞ。なかなか頭が、安定せんから。うう、なに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 、なんかついたやんけど、今何が起こってる。これで消えるか、消えんねんけど。何、もう一つ持ってきてる。あれ、チケシの実消えん。これは何なのえ、なんか別に体に変化はないんだけど、何なんだろうこの状態。なんか早く取らないと爆発するとかそういうのかな。よくわからないのになってしまう。さあ、まだサブターゲット達成できてないってことは頭がまだ割り切ってないってことかな。おお、すごい、何その暴れ方。よいしょ、なんか壊れたね、しゃびれみたいな。チャーンス。硬いね、意外にこのお腹の裏が。よいしょ、再利用をするよ。なんだろう、割とこの第一印象としては戦いにくいね。トゥルン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  滑るから。まあでもどのモンスターも基本的にね、初見は戦いにくいって思うけど、やっぱり何回かクエスト行ってるうちに慣れるもんね。うわ、嘘でしょ、来ないでー。ちょっと必殺技行きたかったんけど。ビニンメデオートゥーッド。あ、壊れてない。よいしょ。あ、怒った。短気だね、君は本当に。おー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 、ゲイ。次こそは壊していきたいこの頭。今なんか五七五っぽくなかった。次こそはちょっと数打てられますもん。オッケー。ちなみにこのクエストタイトルがタユタウカってあったでしょ。どういう意味だろうと思って調べたら、タユタユタイ、違う、タユタウっていうのがゆらゆらしていて行き先が定まらないことを言うのって。なんかあれかな、昔の言葉かな。それ、ガノトトスアタック。でもこの BGM 好きだな。ポポ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 ンつってねえ、なんだろう、あの泡の色がさ、赤かったり緑だったりするじゃん。さっきからなんか赤い泡に触れると攻撃力アップとかそういう感じ。なんなの、なんかちょっと遊びでやってみるか。お、いいじゃん、シャバーニー。毒落とし穴
ぜひともハマっていただきたい。お、あ、殺してた。殺生をしてしまった。はい、なんとかタマミツネ枯れました。今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また明日も動画上げていくと思うのでよかったら見てください。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから。スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。